注文受けた部品が届いてお客さんに渡るまでっていうのを結構そのきちっときちっとやってたのが、自転車ってものすごいいい加減でできたら電話するねぐらいの感じの本当にそうだったのよ。できたら電話するねって僕らからするできたら電話するねは1週間と思ってるだけど、お客さんはできたら電話するねだから、まあ2、3日でできるだろうっていう感覚のそのギャップがあったりとかで、だからこのスケジューリングとかも意外と当たり前のようなんですけど、他の自転車屋さんに聞くと、同業者に聞くと、いや、まあ大体できたら電話するっていう形だよっていうのが今普通なんですよ。今でも普通なんですよ。今でも普通なんですよ。でも僕はそれをもう絶対にこの日のこの時間っていうところまで決めないとダメだよっていうふうなのも、意外とそういうその、まあ多業種的な感覚と、やっぱ合わせていかないと、自転車業界だけは輸入商品だからとか、納期がバラバラだから違うっていうわけではないっていうんで、結構そういうところで、まああのまあ、顧客満足度を上げたいっていうのはずっとこう、今でもまああるんですけど、なるほど、そういうところはあると思いますね。ちょっとそれでもこのファイルメーカーベースが入ってて、はい、非常にもう今満足されてるってことですか。満足してますよ。いやラディックさん抜きでいいですよ。いや本当に、ま、本当にあのま全然 100% じゃないですけど、うん、すごい前進はしてしたなと思います。だからこれに本当だったら僕は、まあ、できたら、まあ、島野さんであったりとか、まあ、例えば稲荷野さんであったりとかメーカーも巻き込んでそのもっといいシステムになると本当はめちゃくちゃいいんだろうなと思ってるんですよ。そしたらマスター自体もあのメーカーさんが、まあ、ここに入れてくれるっていうような形にしたら、うん、めちゃくちゃ楽なんじゃないかな。なるほど、うん、もっとなんか大きなその夢としてね。うん。思ってます。